お互いの第一印象を教えてください。では大久保さんから千里さんと浩二さんの第一印象を。僕はもう高校生の時から知ってたんで、うん、もう本当に超有名で、はい、千里さんは髪の毛を伸ばして、はい、サラサラヘアで、サラサラヘア、俺は坊主ですよ、坊主ですね、国立高校、はい、髪伸ばして、はい、で左利きでうまくて、はい、すごいな、かっこいいなって。オリンピックでもね、高校はね、国体、広島でね、戦ったんですよ。オラン3位決定戦かな。3位決定戦で。オラン予選で千葉と戦って、ここに負けてるんですよ。あ、そうなんです。はい。で3位決定戦で広島で、そう。浩二さんとかやっぱこまっちゃん、なんでカズさん。この3人すごくて、この双子すごいなーって分かんなかったでしょ、最初俺だってスパイクであれしてました。本当に17歳18歳の森崎兄弟はどっちが分かんなかったです。本当に分かんなかった。今でこそね、カズコージー間違えてももう別にいいやと。これひどいよね。確かにね、 A 型じゃないやん、もう適当やん。逆に久須さんから見た大久保吉田さんっていうのは16歳の時に初めて日の丸つけたんですけど、うん、吉田の代に僕は早丸で入れたんですよ、うん、で名前はもう聞いていたので、でもなんで吉田が入ってこないのか、それこそ田中達也もいたんですけど、うん、全然入ってこなかったんで、で、まあ、結果的に僕らアジアで負けちゃったんで、うん、うん、吉田とか達也いたらなと思いながら、でその後18歳の日本代表で一緒にこうやって、まあ、最初のイメージは、まあ、坊主で礼儀正しい子だな、はい、いい子だな、優しいなと思ったら、はい、次の日ぐらいから慣れてきたらもうほぼほぼ同い年みたいな感じでした。まあ礼儀正しいなっていうところと、うん、まあその国体で戦ったのと、そのアンダー世代で一緒に、まあね、チームメートで戦った時にやっぱその技術高いなって思いましたし、はい、まあ国見、ね、出身ということで、まあ、その気持ちの強さとか、うん、まあ田舎から出てきたなって思いましたけど、本当にね、気持ちの強いストライカーっていうか選手だなっていう風な印象で、でまあ久里はそのアンダーカテゴリーで一緒になって、当時は僕もその佐藤久里優斗兄弟って知らなくて、久里だけ多分代表入ってて。でお風呂で一緒になったんですよ。で髪サラサラヘアで、そんなにサラサラ、今さっき吉田のトークからこれやっぱここ上がってます。トーク力が上がってます。普段からずっと縛ってますね、アンバサダーとしてね。あ、俺チャラチャラしてストライカーだなと思いながら、でもやっぱり同じ左利きだったんで、話もねしっかりとそこで同じ部屋とかにもなったことがありましたし、まあその双子の弟っていうことで、弟と同盟を結びながら、あ、そうですね、そこで結成されて、やっぱり弟っていうのは双子の中でも同じこう境遇なんですか。弟あるあるがあるんで、あるある、どんなあるあるがあったんですか。まあやっぱり双子ですけど、やっぱり同じもの着させられる。ああ、なるほどね。そう。それはやっぱ嫌なんですか。嫌だよね。嫌だし、なんかなんですかね。同じ日に生まれてるのになんかお兄ちゃんと思わなきゃいけないっていう。お兄ちゃんはいいですよ、まだ兄として威厳保てるんで、弟はどちらかというとちょっと下にいなきゃいけない。なんか若干もう愚痴っぽくなってますよね。不満が噴出してますけど。大久保さんもですからお姉さんがいるんでしたっけ。僕は姉ちゃんと妹がいます。あ、じゃあ間に挟まれてという。はい、全然思わない。話すことないですからね。思んないっていうのは異性だからですか。そうだから、そうですね。こんなね、今サッカーの時は激しかったけど、小学校の時とかは姉ちゃんとかとおままごととかしてましたからね。そうなんです。はい、妹とか一緒に。やっぱりこう遊び道具とかも女の子のものが多かったりとかして。いや、多かったです。ああ、じゃあそっちにちょっと合わせるというか。そうですね。一緒に遊んでましたよ。姉ちゃんだから友達とかとも遊び行ってたし。ハルトさんからいただきました。試合前に必ず行うルーティンは、大久保さん何かありましたか。試合の前はね、僕はユニフォームがかけられてるんですよ、ロッカーに。ロッカーに、はい。それは自分で一回取って、ちゃんと畳んで僕は置いてました。畳む、かけてあるのにわざわざ置くんです。はい、畳んでました、僕。畳んでおかないとちょっと気持ち悪いんですよね。あ、かかってる状態が、はい、嫌なんですよ。畳んで全部こう短パンもソックスもこう自分がいいようにこう置いて、並びとかあるんですか。右にユニフォーム、上とか。全部重ねるんですけど、一番上にこうユニフォームがこう来るんですけど、その下にソックスとか短パンとかをこう置く。ユニフォームが一番上、はい、じゃあスタッフさんにもうユニフォームかけないでって言ったらいいじゃないですか。いやでもスタッフはそれが仕事なんで言えないです。あ、かけるのがお仕事だから、全員こうかけていくから、人に畳まれるのも嫌。ああ、そういうこともあって自分で畳みたいんですね。なるほど。それをしなかった試合ってありますか？いや、ないですね。まあサンフレッチェの時って1枚はハンガーでかけられて1枚は畳んであるんですよね、はい、で、まあ、スタメンで出るときにそのかけられてる方のユニフォームから着ちゃうと、うん、そのハーフタイム戻ってきたときに、うん、自分のロッカーに2年もかかってないんで、はい、なんか後半行くっていうところの部分でスイッチが入りにくいんで、うん、畳んであるやつから着て、はい、でこうハーフタイムに戻ってきたときにまたちゃんと自分のシャツがかかってあって、またこれを手に取って着てスイッチ入れるぞっていうのは考えてましたね。なるほど、かかってるのと畳んであるのがあるんですね。下に置いてあるのが。サンフレッチェは2枚あるんですか？2枚あります。は、はい、前半と後半着替えてるんです？いやいや、着替えますよ。着替えるんですか？どんだけびしょびしょのお前やらせるんですか？なんだったらパンツも履き替えるよね。あ、履き替える。パンツも下着は、はい、下着は履き替えないです。矢田さんどこまで聞くんですか？あと靴下も僕はたまに、はい、ちょっとやっぱり夏だとやっぱりびしょびしょになるんで、はい、靴下も下着以外は全部着替える。下着以外は、はい、ほぼ全て変えるんですね。なぜ下着にこだわるのか。浩二さんは大雑把だから、うん、僕はね、そういうユニフォームとかじゃなくて、はい、必ずトイレ行ってました、はい、しっかり出し切って出し切ってなるほど。それが気持ち悪いんですよ。全部出し切って、はい、出るのがルーティンだったんで、細かくねえなと思いながら聞いてましたやべえ、俺これオチに使われるなみたいな。これまでの常識にとらわれない新たなフィットネスの形、フィットネスジムベースワンは、あなたが必要なものを必要な時に必要なだけご利用できるプランをご提案します。広島市を中心に6店舗営業中、フィットネスジムベースワンでもっと身近で楽しいフィットネスライフを始めてみませんか。健康的な体、憧れの美しい体など、なりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。詳しくはベースワンで検索ください。地域で一番笑顔の集まるスーパーを目指し、広島市内を中心に16店舗を展開するスパーク。毎週土曜日に開催している朝市では、鮮度が良く美味しいお買い得商品をたくさん取り揃えています。さらに5月は毎週土曜日がスパーク小鹿カードのポイント5倍で、スパーク電子マネー小鹿カードでお支払いいただくとポイントが通常の5倍になるビッグチャンス。ただいま新規会員募集中です。毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで。ザ・ズー初の3ヶ月連続ニューシングルデジタル配信リリース決定。3月にワイズミュージックレコーズより第1弾サティスファクション発表から第2弾サリトテ、第3弾のラブ&ピースが各種サブスクで配信中。またゲストに南風とクジラ、森亮太を迎えてのリリース記念ライブザ・ズーのズズズボリューム2も開催決定。5月28日土曜日、会場広島ワイズで午後7時スタート。チケットは E+で好評発売中。ザ・ズーの史上最高なロックを見逃すな。